あの自分はまあ本当にこう、まあ、今までサッカー選手でずっとやってきて、まあ、今も子どもたち指導しながらテイクアクション FC っていう形で、まあ、サッカー選手みたいな形で今もやらせてもらってますよね。で2回目かな、あの僕は石井さんにお会いさせていただいた時に、あのそのブラインドサッカー の映像を見せてもらいましたよね。でその時にびっくりしたんですよ、感想は。こんなサッカーなのって思ったんですよ。早いし動きも、はい、うん、うまいし、感動しましたよね、本当に最初見た時、うん、だからあれが本当にこう生で見た時のが、それ試合とか見たらもっといろんなこと思うんだろうなっていうところを感じたんですよね。だから実際僕はそういう試合を自分の目でこう見てみたいっていうところは本当に個人的に思ってます。はい。あれは本当にこうなんかこうなんか勇気じゃないけど、なんか自分にこうエネルギーもらえますよね。そしてそれがテイクアクションでの2ゴール目につながればいいかなみたいな。